エミリエス・ネトラーゲは、ドイツ生まれで、ブラジルで働いた、博物学者、鳥類学者である、プロイセンのクラーツで生まれた。牧師である父親から家庭で教育を受け、ガバネスとして働いた後、ベルリン自然史博物館の動物学部門の助手として、働いた。博物館の鳥類学者、ライヒエナウの推薦で、ブラジルのベリンの自然史博物館の館長、 エミール・ゲルディに研究者として雇われ、ブラジルに渡った。1914年にカタール・ゴダズ・アブス・アマゾニカスを執筆し、1914年から1922年の間、エミリオ・ゴエルジ・パラー博物館の館長を務めた。1915年にイギリス町学会の名誉会員に選ばれた。1921年にリオで、ジャネイロのブラジル国立博物館のナチュラリスタ。 ビアジャンテとなった。ミナスジェライス州、マラニョン州、セアラー州、エスピリトサント州、サンタカタリーナ州、パラナ州、サンパウロ州、アマゾン地域のフィールド調査を行い、ブラジルの鳥類省の彼女の研究を続けた。フィールド調査中のマデーラ川のポルトベイリで、心不全のため没した。インコ科の鳥類、ピルラスネスラジーに懸命された。スネスルは、 植物の学名で命名者を示す場合に、エミリエスネトラーゲを示すのに使われる。ありがとうございます。